はい、こんにちは。包丁のことあれこれチャンネルのジンです。今回の動画は鍛冶玄海正國研ぎ野村翔太郎の包丁作りというふうなことで、ここ3回ほど動画をお送りさせていただきましたけれども、その取り組みに至った経緯というか、一番最初の対談風景をお送りしたいなというふうに思います。なかなか聞けない業界の裏話もちょこちょこと出てきますので、ぜひご興味のある方は最後までご視聴いただければなと思います。よろしくお願いします。ここに焼くとこはどこで修行されます？ここのお父さんが鍛冶屋やったからね、はい、そこに行かせてもらってね。それはどこの場所なんですか？堺市、堺で。堺でしょ。小林さん。あ、小林さんっていうと、はい、はい、もう至りませんよね。はい、あと次もなかったですよね。あったけども、もう弟もなくなった。あ、小林さんは何でもやってはったんですか？で、この人は独学で勉強して、翻訳とか、翻訳を、そう、翻訳仕事終わってから別工場の方の仕事終わって、材料買ってきて自分でやり始めたの、はい、一応油焼きっていうやつは成功したんやけども、はい、油焼きはね、もう安いもんや、問屋さんに行ったら、みそくさんも。本焼きでもいいですか？本焼き。あの、あの程度。油焼きは白さんっていうやつですね。今は別にそんな安いことはないですけどね、一応本焼きってつい名前ついてますけど、安くはないと思うんですよ、今はね。今はね。一応本焼き。その当時は、もう40年ぐらい前の話だから、ほんま。あの境に池田浜鍛冶屋さんで、はい、ご存知ですか？知ってる、うん、もう兄貴は亡くなりましたけどね、うん、でその亡くなった兄貴が翻訳やり始めたので、うん、で僕そこでずっと その当時はね、うん、もうほとんどが油焼きの白さんでした。それが当たり前でした、うんうん、何年か10年ぐらい、その池田さんの兄さんから買ってたんですけど、向こうが今の池田さんと兄弟で別々に仕事するようになってね、ほんで僕は弟さんの方でこれから買ってくれって言われるようになって、池田義和に言うと弟から買ってます。あの兄貴は池田勝夫という人でした。ほんでその人がもう10年ぐらいになりますよね、亡くなって。ほんでもう今は白さんより白に、水焼きの白に白一色が多いですよね。油焼きでね、はい、白にとか入らんです。油青くは入るんですけど、油や白は何も入りにくいでしょ、水でないとね。そう、まあ、油は何本上まで焼いて、いっぱい焼いても入らんです、はい、そう、水でないと無理ですよね、白に、うん、白一色、うん、青くは油も水もいきますけどね。そうそう、油も、はい、私がそこで小林で栄えたのは昭和31年頃やったから、はい、そして池田さんの工場ってご存知ですか？知ってます、ね、あの隣横に井の浜の手厚木野菜あるでしょ、はい、あそこに僕11年行ってました。井のに11年、境にあの沖芝さんという鍛冶屋さんだよ。僕そこに向こうさんは修行なんですよ。え、違うんですか？いや違う、あのね、あの人も翻訳やってた。うん、自分が工場できる間工場してきたのね。あ、はい、あのほら工場ちょっと借りに来たんや。借りに、はい、ちょっとそのうちの小林や工場できるまでにね。それであんま見てなかったし、あの人は本当に仕事先生やったのね。上手だけど仕事せえんの。あ、沖芝さんがですか？職人さんって多かれ少なかれみんなそんなに違いました？金なくなったら仕事して、金がある時は競馬競馬。そこまで聞いたことないけどな。まあ、したりとか今は三味線弾いたりな、はい、それも聞いたことあるけど、昔の人は金ある時は道楽して、金ないようになったら慌てて仕事して取り屋に持っていって金もらって、今の人はもうね、サラリーマン化してて、そんな人亡くなりましたけどね。あの堺で初手屋さんで、あの白衣さんって言ってるんですけど、僕らと同じような年ですね。もう5、6年前亡くなりましたけど、あの人が
お宅の玄関マスクによく研いでませんでした。そうです、そうです。研いでました。あの人が研いで売ってはったんですかね、自分で。売ってるけども、そのもちろん。おろし。おろしてました。おろししました、はい。みんな僕らが作ったやつを売ってた。はい、な字で白衣さんに納めて、白衣さんが研いで納めてましたよね。白衣さんというのは白鵬さん。はい、白鵬さん。あ、そうそう、5、6年になりますもんね。はい、あの人がね、亡くなった時、もう今天然砥石ってないんですよ。うんうん、で白衣さんが亡くなった時ね、砥石が1枚使えへんのがあるからね。でも白衣さん直接ではないんですけど、他の人から野村さん、砥石いるんやったら白衣さんとこ1枚余ってるから、うんうん、どうかっていう話があってね、うん、白衣さんで亡くなったんやって知りました。僕が田舎の農家でする前、農家だったら全部自分でね、鍛冶屋も鳥も絵もね、大体そう。でも農家事ってなくなりましたよね。昔はどこ行ってもね、ちょっと大きい町に農家事ってありましたよ、クワ、カマ、作るとか。今は佐賀県で大体刀が作る刀鍛冶さん言うても5軒しかないですよ、佐賀県全域で鍛冶屋さん。昔はもっと多かった、はい、昔はもっと多かった。今刀ブーム、アニメでブームになってるから売れるんかどうか知りませんけど、知りませんけどね。ただ見に行くと若い女性の方がようさん来てますわな。それから刀師は刀では食べていかれへんから包丁作ったりしてましたよね。特別有名な刀鍛冶でない限り、国宝級でない限り、玉鋼は入れるよね。玉鋼は作らないのよ。そっか、カンナ作り、あれやな、玉鋼を使ったやつで、カンナを作った。それは結構高いけどね、そういうのは高いですよね。僕はもう火事でないので分かりませんねけど、乱れの波の土のせるでしょ、うん、あれがこう焼いてて乾いてきたらポロッと取れるように思います。あれが難しいんです。取れたらいかんね。取れたら焼け入ってね。ほんでもう今はもうお手のもんですか、模様出すは。うん、まあ今ね、はい、やっぱりね、粒子がやっぱり小さい。水焼くのと油と焼くと。油の場合は温度を上げることにはね。油は瞬間じゃないですもんね。入れた時が燃えてますもんね、油の中へが、包丁の周りが。それからじわっと冷えますよね。水の場合はもうほんまの急冷やから。それこう、これが電話系や。乱れがね。でも、電化を結構作ってるわけや。割れんで、この小さいお塩してないわけ。油焼きで焼いたやつ、これ割れ方大きいでしょ。はい。油の場合ははっきりこの波が出てるけど、水の場合はちょっとこうぼやぼやぼやってなっちゃってね。いや、初めは興味があったね、弟子った頃から、その日本刀に関して。それともう、刃付けもしたいなって、もう横から出て、研ぎの方もほとんど栄えておこれば磨きが多かったよ。で、その磨きもしてみたいなと思っていた。ところが栄えに行ってから、やっぱり鍛冶屋の方がええなって、みんな簡単に思っとるけどね、作るもの見る人はね。ああ、知ってたら難しくてなかなかやと思いますわ。みんなちなみに白さんこやったことありますけど、全部割ったでしょ。白さんじゃ白さん全部割れた。あの 水でってことですか。水全部割った、成分同じだった。でも今はその割れることもあるけど、そんな割れることないでしょ。どこがどう違いましたか、ね、10枚やったらやっぱり 3倍ぐらい割ってしまったね、はい、10枚やって10枚成功とかでしょ。みんなそんな言ってました、何枚かは。1枚か2枚しか注文がけえへん。1枚のやつ3枚、2枚も3枚も余分に使うことがある割れる。やっぱり自分でも見てがこれを入ってなっちゃう、それを収める。でも悪かったら収める。日立の安木原の製造元が大役みたいな、こんなでけへん、割れる。その割れるの承知でするんやから、僕は。なあ。そう考えると、翔太郎さん、研ぎも大変ですね。
割れるのは当たり前で、ギリギリのもう本当に触ったらパキッと割れるようなやつを最後研ぎ上げるっていうことですか。いかに割れんように研ごうかなって、もうこわごわ研いでますけど、まあ10枚研いで1枚かな。だけど分業になってるから困るんだよね。鍛冶屋はお前研ぎが割ったんやろ言うし、わしが研ぐ方にしたら割れる原因があったから歯が薄くなったら割れたんやろって言って。もうあの博美さんが研ぎ屋の時はそんなに割れてないんですか。やっぱり割れますよ。割れます。もう怖いよと思ったらパン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 って落ちる、落ちる。土で、土で。それはただね入れんと歪み。取れませんけどね、やっぱガンガン入れたら早く治るんやけど、やっぱ割れたら怖いから軽くもう数数えたら何千発もう何千って叩いてると思う。一本の包丁にしたら何千回とか目詰めて軽くこうって歪み互いに入れますよ。難しいやな、丸腹にね、いや難しい。急冷したらただパチッといって当たり前のように、うまいしてうまいことみんながやってんやったらわしにもでき、誰がやってんやったらできんわけはなくてやってるのもう意地になって、でも僕もあのお宅の問いだことないんだけど、博美さんやってる時から話はよう聞いてます。うまいこと作って模様もきれいに出るから、一回トイレみたいな字が手に入ったらとか昔から思ってまして、一回こう、なんか研がしてもらいます。どんな見るの。作人とかってありますよ。作人の柳とか、作人の柳とか。作人ぐらいやったらいつも、まあ、研いでるから、どうっていうことになるんですけど。もう今作ってませんよ。やってますよ、ぼちぼちやってますよ。もう普通尺一ですもんね、よう売れるのは、うん、尺小さいのは売れませんだけど、ほとんど尺、うん、尺一ですね。和牛といてね、今牛刀が多いんですね、うん、海外行くようになってから、うん、龍馬の方が片場よりで、龍馬は8層、24センチいうのが、うん、うちの親父さん、あの40年以上翻訳作ってるけど、牛刀は20粒ぐらいしか作ってないんじゃ。今も牛刀が多いんだ。はい、今回はいろいろな偶然が重なってですね、お二人の作品を作ることができたんですけれども、実はもう何本かお問い合わせやご購入をいただいている状況でして、やはり知る人ぞ知るレジェンドの作品なので、料理人さんや海外からの問い合わせは多い状態です。今後はオリジナルのブランド名を考えておりまして、和包丁の象徴となるような作品作りと発信をしていければなというふうに思ってますので、よろしくお願いします。包丁のサイズや鋼材の種類に限りがあるんですけれども、ご興味ある方はぜひ概要欄をご確認いただいてご連絡いただければなというふうに思います。今後ますます手に入らない希少品になるとは思いますので、お探しの方はぜひお早めにお問い合わせください。ということで、今回の動画はこれで終了とさせていただきます。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。